今まではしのけんくんとは敵同士でこう戦ってきて、それで今回一緒にタッグを組んで戦えるってめちゃくちゃ嬉しいことやし、すごい楽しみにしてます。ラスカルさんもゾウさんもどちらも実力のある方だったし、ね、しのけんくんももちろん本気で挑むだろうし、私ももちろん本気で挑むし、正直互角ぐらいなんじゃないかなって思ってます。いやー心強いっすね。あれだけ恐ろしかった今井さんがね、隣で自分の配数と一緒にねこう稼いでくれるんですが、これほど心強いことはないですね。まあ、それに気持ち的な面で言ってもやっぱり嬉しいですね。純粋に今まで敵だった同士が味方になって戦うって漫画とかアニメだったら最高の展開じゃないですか。テンション上がってます。基本的にその大食いをやるときにタッグマッチみたいなのもないので、シンプルに楽しみですね。気を追うごとに、回を追うごとにやっぱりメンバーも増えてきたりとか変わってきたりしてるので、まあその中でまあ人数が増えようが変わろうが、まあ気持ち的にはまあ負けないようにっていうのはまあブレずにまあ挑もうかとは今回も思ってるので、いい感じに数字が残せればいいなとは思ってます。はい。ラスカルさんとこうやってタッグ組むっていうのは想像もしてなかったんで、すごいやっぱり嬉しい反面ちょっとやっぱ緊張してプレッシャーな部分もあるんで、足を引っ張らないようにというか、まあ、全力を使って走り抜きたいなとは思うばかりですね。けど緊張はやっぱりします。やっぱその緊張が楽しいんですけどね。じゃあサクッと始めちゃいますけど大丈夫ですか。はい、はい、お願いします。はい、では始めさせていただきます。はい、5、4、3、2、1スタート。
2分です。
30秒。毎度おなじみ天の声です。今回紹介するのは薄毛治療のプロフェッショナル神話クリニックさん。大食いファイターのマックス鈴木さんも自毛植毛手術を受けられたクリニックさんで、見事髪の毛を手に入れた後さらなる変化を求め2度目の手術も受けられるそうです。自毛植毛の効果で変化が一目瞭然。少しでも悩んでる方がいらっしゃいましたら、ぜひ無料のカウンセリングからでも相談してみてください。薄毛治療の神話クリニック。という感じなんですが、ちょっと感想を一言ずついただいていこうかなと思います。結構やれることはやったつもりだったんですけど、やれることはやったって言っても後から見返してみたらもっと詰めれるところとか多分いっぱいありますし、まあ、現に自分よりもずっと早い人たちがいるんで、その方たちのを見てどこを早くしていけるかっていうのをちょっと今後突き詰めていきたいと思います。ありがとうございました。10皿完食とあとちょっとっていう結果やったんで、まあこれは完全に自分の実力不足かなっていうふうに思いました。でも今あの時これができたのかどうなのかって言われるとちょっと分からなくて、自分ができることは今全部できたのかなっていうふうな気持ちでいるので、まああとはもっと経験と鍛えてもうちょっと実力つけていきたいなって思いました。以上です。今回です、ね、皆さんと戦ってやっぱり実力的には多分みんな同じくらいと思ってるんですよね。うちのケン君と同じカレーになったんですけど、次戦った時多分僕が負けるかもしれないですし、そこはもうやってみないと分かんないし、やっぱりラスカルさん、今ちゃんもこの苦戦食材のこの焼きそばで戦ってくださっても本当に感謝しかないですね。本当にラスカルさんタッグ組めてやれたことがすごい一生ものだなと思うので本当にありがとうございました。こちらこそありがとうございました。以上です。ありがとうございます。いやそうですね、もう僕も、一応大食いをテレビで、最初に出させてもらったのが、2017年かで新人として出てきて、でもはや2022年ですよ。もう新人みたいな気持ちでいましたけど、今ね今日戦った3人はみんなね同期でいわゆる新人の子たちばっかりですけれども、レベルがねもう底上げがすごいです。もうとんでもない、やっぱり新人の子たちはで努力をしている姿も僕も見てますし、やっぱりこのね3人とも本当に先輩たちに負けず劣らずの実力を持った、まあ、素晴らしいね選手だと思いますんで、まあ、それに見習ってね、まあ、僕みたいな老害ももうちょっとね頑張ってみようと思います。ありがとうございました。